さて始まりました、まちえチャンネル。さあ、今回はですね、慶応義塾大学商学部の英語やっていきたいと思いますね。まあ、2021年ね、急に難しくなって、おお、どうなっちゃったの商学部って思ったんですが、2022年、はい、また以下しました。長さはね、長くなってるんで、長文とか、辛いと思う受験生は多いと思うんですよ。問題数、まあ、去年より減ったとはいえ、多いんで、苦戦する受験生はいると思うんですけど、まあ、自分からすると、もう以下ゲーム、はい、非常に簡単になりました。おそらく、まあ、まだ全部出てるわけじゃないんで問題が言えないですけど、まあ総計2022年一番簡単なのは慶応の商学部でしょうね、多分。では解きやすい大問4からサカサカサカっといきたいと思いますね。長くやってもどうせ最初の方しか見られないんで見といた方がいいんですよ。役立つじゃない、今回も役立つ表現いっぱい出てましたからね。で、最初の問題、 I won't let them know about your problem. I promise not you want me to ですね。もう完全に省略やんこれ。 I promise not to unless さんが正解。 I promise not to let them knowUnless you want me to let them know っていうですね、この let them know を補ってやれば全部大丈夫、ね、あなたは私に彼らに言ってほしいよってならない限りは言わないよと。次、 A wall was created on the border between the two countries which would be なんとか easy to cross。 よく出るねこれね、和訳問題とかでも狙われるやつですね。 which 説の中に仮定法の条件であるアドバイスがあるね。そのボーダーがなかったら簡単に行けるんだけどってことね。でもボーダーがあるんですよ。次、 The open space next to my house is not a park なんとか but more like a patch of garden as such それ自体ではってやつですね。これね、授業でやったんだよね。こういう風にね、それ自体ではっていう出てくる時もあるし、文頭に出てきてそれゆえにっていう意味もあるんですよね。だから気をつけなきゃいけないよっていうのは教えてます。だから文頭のやつは誤訳してる本とかすごい多いですね。まあ、それゆえにの意味でのアズサッチはもうこの早稲田とか慶応の問題今年上げてるじゃないですか。その長文中には出てます、すでに。 Being a native speaker of a language なんとか You are an effective communicator in that language。 まあこれは簡単、 Doesn't always mean ですね、はい、Not necessarily means とか選ばないでね、doesn't necessarily mean ですからね。他は否定語と否定語なんでダメ。Violence in this country is geographically なんとか in certain areas ね、concentrated、はい、集中してる、簡単。We were planning to go traveling、 これ狙ってるよね。 Go to travel じゃないですよ、 Go traveling です。 Go to travel キャンペーンに騙されないでください。 Go plus ing なんかね、余暇を楽しむときに使うやつじゃないですか。 Go fishing とかね、 Go cycling とか、 Go bowling とかね、はい、に使います。次、 feedback that assures gamblers their losses can counteract their faulty memory of wins versus losses。 ちょっとね、ギャンブルの話やめてほしいんですけど今ね。 This is なんとか why many companies that profit from providing online gambling opportunities don't give their customers any feedback whatsoever。 あ、強調の whatsoever ね、否定語の強調です。 No doubt ですね、副詞的に入れるやつだよここ。 This is why だからで、後ろ全部揃ってるでしょ、だから副詞でバンと間に挟まれる。なるほどね、フィードバックを与えないんだ。大問5に行きますね。長文中の空所補充です。まあこれも簡単。最初、Have referred to software problems that are used directly by users as applications。これは refer to A as B が離れてるやつですね。まあ東大もよく和訳問題で出す A as B が離れてるやつです。だから refer to を選ばなきゃいけません。次は interchangeable。二つの用語っていうのは入れ替え可能なもんだったんだけど、however で後ろで。however 多いね、やっぱり。もう何回か話してるけど、これ別の問題もまた however 使って解く問題ありましたから。次の distinct meaning っていうのがヒントですね。意味が変わったと。で、although there is no standard technical definition for what なんとか software program な app。これは後ろにソフトウェアプログラムっていう名詞と an app っていう名詞が2つ並んでるから make を選ぶっていう問題ですね。make 惜しいです。で、次が their primary means of user input、 はい、手段ですね。これは簡単です。で、次 in contrast、 はい、対比してますね。 native app っていうのと web app 書いてあるからね。で、次 native app certificate obtained from the app store、 app store からアプリをダウンロードするというかゲットするんですよね。続いて大問6は短い文から言えることを導く問題ですね。面白かった、全部。最初が人っていうのはロジックよりも感情で何かを決める。で、それがテレビのね、コマーシャルとかでそういうのが強く出るみたいなんだったんで4が正解。で、次がパラドックス、逆説っていうのは何か。これが3。A globally available object can mean different things in different cultural contexts。そうですね。コーラっていうものがいろんなところで手に入るけど、コーラの表すものっていうのが違うよ。ロシアではなんかシワを伸ばしてくれるんだったっけ？ハイチでは生き返らせるみたいなんでしたっけ？バルバドスでは銅が銀になるみたいなね。なんかそういう話したい。次が、パッセージが言えるのは何？ The term ivory tower has acquired a very different meaning compared to its original use。もともとはこの世界から離れてるっていうものだったのが
る良くない意味を持つようになったっていうね。まあ最近入試問題でね、基礎研究も大事なんだよっていうのは入試はよく出ますけど、なんかこの基礎研究が良くないみたいになってる文脈でしたね。はい、続いて、これはむずいと思う。インフレと雇用の職を失っちゃう人の関係なんだけど、ただ本文が分かんなくても常識で一番だって分かっちゃう。 If the unemployment rate drops below a certain level, inflation will rise too rapidly ですね。そうだと思ってる人が多いですね。職がなくなるとこうブワーンつってインフレが起こるっていうのはいろんなので見てるじゃないですか。ドイツのマルクとかさ。で続いてまた穴埋めですね。はい、動詞の形を変えたり名詞形に変えたりするやつですね。最初はスティーブ・ジョブズの話でしたね。よく出るね、スティーブ・ジョブズ。 When Steve Jobs returned to、 はい、ちゃんと過去にしてくださいね。 They believe in that conventional management was preventing innovation。 そうですね、イノベーションを邪魔している。 He laid off the general managers ね、このクビだってやると。Apple remarkably retains it ですね。はい、それを保持していると、その昔の体制を。で次が ever evolving organization ですね。ますます進化していってる。で最後が Apple's track record proves that、 はい、ざっと説通るしね。三人称単数の S を忘れないこと。は、続いて名詞形に変えるやつです。最初は consumer products で S 忘れないでね、複数形の。これも大事ですね。ちゃんと複数形が並んでますんで取れなきゃダメです。で次が hot spring bathですね。はい、温泉だからバス。で次が brings us pleasure、 はい、please を名詞形に変えてください。次が declarative statement、 はい、state を名詞に変える。で最後が面白かった、 you are read って書いてあって、reading、 なんだこれ、点ついてると思って、ああそういうことね。 readers brains ですね。はい、 readers 複数にして、そう、外にアポストロフィーつくからね。いや全部取れますよこれは。はい、続いてどっか行きましょう。最初ですね、はい、well beyond を入れるやつです。はい、もうこの well がめちゃめちゃよく問われるっていう、でも文脈で解く問題でした。アメリカを超えて見つかるよって言ってるね。まあ、次の文にね、globally とか出てるしね、わかるやつです。次が、sure enough、 予想した通り、案の定。知らなかった人はぜひ覚えておいてください、この表現。やっぱり、女性とかでダイバーシティがあった方がうまくいくんだっていう話。あ、そうです。これトピック、ダイバーシティです。で、次が、ダイバーシティっていうのが難しい理由は何か。4番ですね。We receive mixed messages from courts and companies。そうですね。このいろんな人たちがいた方があんまうまくいかないっていう例も載ってるんですよ。まあ、そこからわかるよね。で、次は、ダイバーシティ of expertise。エクスパティスね。これ重要ですよ。専門知識とか。で、これはもう例が文章に書いてあるから、いろんな職種なんで、プログラマー、ストラテジーコンサルタントとか、普通載ってる参加世界。で、次が、upside of diversity。なんでプラスの意味ですね。プラスじゃないのはどれって言ってるんですね。 except で、だからさっきも言ったけど、この3が矛盾してる。 motivates companies to reach quick decisions。 同じような人たちがいた方が決まりやすい、複数の人がいる方が決まりにくいの。他クリエイティブなアイデアとかね、新しい考え方とかを生み出すし、お金もその分入ってくるっていうのを出てます。次、the author asserts that the hard arguments are not just wishful thinking in order to、ね、ただただ望んでるだけじゃないよ。で、実際証拠があるってことで2番ですね。empirical evidence。で、次が、author's thoughts について言えるのはどれですね。当てはまってる。various types of diversity introduced in this passage。 2番ですね。diversity of expertise is a type of informational diversity。 まあ、消去法でやるかな、これは。あと全部違うからね。secret、Tetsuo and Ross study ですか。この人たちのに言えるのは、4番ですね。これも簡単ですね。女性がトップにいた方がダイバーシティがあるので、イノベーションっていうものを重視する会社だったらいいよね。次が、リミテーションです。気をつけてください。large data set studies っていうものの、いや、この研究、ここおかしくねっていうのは何か。これ重要ですからね。こういう問題、差がつきます。答えは1ですよ。they did not show whether one phenomenon is the result of another。 そうです。本当に、女性がトップだから、クリエイティビティが上がって、売り上げが上がったっていう、因果関係は本当に見えるのっていうことです。それは読んでても思ったし、自分も。だちゃんとはっきりとその因果を示せ てなくね。次が、オーターが発見したものは何か。3、diverse groups were more effective in communicating with each other。 そうですね。これもプラスのことです。簡単でした。続いて、大門に、イコノミックスとはっていうで、これ面白かったね。非常に読んでて楽しかった。11に入るのは、This was not the economics lesson I was expecting. 簡単ですね。私が期待してたレッスンじゃないよ。子供たちが海で溺れた。解決策どうしますかって言ったら、主人公は子供の時なんですけど、だったらみんなにスイミングレッスン受けさせりゃいいじゃん。それは politics のアンサーだ。ってわけね。That's politics が次が正解で。まあ、これ分かんなくても別に消去法でいけます。他が絶対おかしいから。でもそうやってスイミングレッスンやっちゃったとするでしょ？そしたらどうなる？もっと海に行く人が増えちゃうんじゃないの？だってそもそも海で泳いでるってことは、彼らは泳げなかったと思う。泳げたでしょ？
ていう、そういうやつ、ね、だから13番っていうのは More kids in the water、 そうだ、泳げるようになっちゃったらもっともっと行っちゃうわけじゃん。で14番が、あ、これ構造難しいよね。 Worse が正解でね。 Trying to make things better look to and then learning that what I was proposing、 自分が言ってたことっていうのが would have actually made things worse、 より悪くしちゃったかもしれないっていうことを知ること、それがなるほどそうだったのかって思わす瞬間だったわけですね。スイミングレッスンしたらもっと子供たちが泳ぎに行っちゃうって、ワースより悪くなっちゃうかもしれなかったわけですからね。で15がその父親はどういうふうに言ったのかっていうと、答えは1番ですね。 Informing the children of swimming conditions、 いつ泳いだりとかどこで泳いだりしたら方がいいのかね、どうすれば安全かっていうのを伝えることだった。で次は Supply and Demand、 これ面白かったね。需要と供給。2番、The more required swimming lessons, the more children drown in the sea. ってことです。そうです。泳ぎを教えたら泳ぎに行く人が増えちゃう。あ、これはね、出る。Drivers behind it ですね。これ別の問題でも言ったよね。去年だっけ ?Drivers っていうのは要因 factors の意味がありますね。これ、早稲田だったかな?なんかの問題で解説した去年。で、次は Rational Thinking と Pivotal Thinking の違いで、Rational Thinking を持っている人は飛行機っていうのが戻ってきて、どこの部分を撃たれてるのかなっていうのをチェックするんですよ。じゃあその撃たれてる部分を補強しなきゃっていう風に動いちゃうと、それが1ですね。 Hit by bullets but were able to return。でも、pivotal thinking の人は、いやいや、そこを研究してもダメでしょ。だって、無事に帰ってきてんだよ、撃たれても。そっちじゃなくて、帰ってきてない方を研究しないとダメでしょ。そう、だから3番。hit by bullets and were not able to return。そうですね、戻ってきていない方が、だから実際は問題があったわけじゃないですか。戻ってきちゃってる、生還してるんだから、それ問題があったわけじゃないんですよ。そこが撃たれてて大丈夫だったんでしょ。撃ち落とされちゃってる方が、補強しなきゃいけない場所を教えてくれるはずなんですよ。で3番が、あ、これも良かったね。口笛の言語、口笛が言語になってる、その言語。最初が unfortunately が正解ですね。その口笛の言語だと同じ音で同じ意味のものが出ちゃうってやつでしたね。で次が had little difficulty identifying、 had difficulty ing、 よく出るやつです。ただまあ後ろにこの however っていうのもあるので分かりやすい、こうするのは難しくないんだけど、でもねこれはちょっと大変だよみたいな、 however 使って意味で解くことも可能。で次は particularly when ですね。まあこれは簡単じゃない、警察来たーって、フィーみたいなね。で、次が、エソードランゴイチに言えるのは何?まあ、sounds are used to communicate words letter by letter。まあ、消去法でやるしかないかな、わかんなかった人はよく。この音がこれを表して、この音がこれを表してみたいなの書いてあったかな。で、次は、mountainous and varied。は、これは書いてあったじゃん。いろいろこう、山とかあって、いちいち行くんじゃなくて、笛でコミュニケーション取るっていうね。で、ここに住んでる人たちに言えるのは3番ですね。Not all of the island's 22,000 residents can speak and understand Sybil. この Sybil っていうのの、が今は学校で mandatory でみんなで教えてるけど、その前の時代の人たちもいるって書いてたから、だからできない時代の人たちもいるわけです。で、UNESCO perceives Sybil Gomero ですか ?to be valuable because, はい、なんでこれが価値があるかって言ったら、4番ですね。It is an unusual language that is still used by a community of substantial size ですから、すごく多くの人たちが口笛でコミュニケーションしてるっていう。で、Sybil GomeroIs still around today, largely because なんであるのか、それは学校で教えてるからですね。学校で義務としてやってるから。でもそれがコロナウイルス、そうです。コロナによって危機にさらされちゃってんですよ。マスクしてたら口笛できないでしょ。こう指使うやつとかできないし、しかも飛んじゃうじゃん。だからできないっていう状況にさらされちゃってんですよ。で、答え4ですね。Lessons in schools have focused on comprehension skills, 理解の方に行くと。Rather than whistling techniques, をテクニック教えられないから、聞いて理解できるっていう、そう、リスニングにフォーカスがいってるって話でした。はい、なかなか面白かったです。だからやっぱりね、総計のレベルまずあるか知りたいんですっていう人は、私はいつも小をおすすめします。2021年以外の小学部の問題解いて、でまずここでできるかやってみてください。それでできるんだったら、おいよいよ総計と戦うところまで来たんだって思ってください。これでまだまだ全然わかんないっていうんだったら、まだ総計のレベルには達していないんだなと思ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.